暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。家事に仕事に毎日忙しくて心に余裕なんか持てないよ。ぷーちゃん、そんなんだとストレスばっかりたまるよ。もっと自分のやることを引き算して考えてみようよ。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は全粒人生の引き算でシンプルに生きるというテーマについて、増野俊明さん著、禅の教えに学ぶ捨てる習慣と軽やかな人生をもとに考察していきます。例えば、忙しさに追われて本当にやりたいことができない、プライベートな時間がない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと、物質的に無駄なものだけでなくマイナスの感情が溜まっていく一方です。しかし、この動画の内容を実践していただくと、周りに流されることなく、大事なものは何かを見極めて、人生を豊かにすることができるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、健康自重食、増野俊明さんの著書、禅の教えに学ぶ捨てる習慣と軽やかな人生。増野さん曰く、禅の真髄は余分なものを捨て極限までシンプルにすることだと言います。そこで本書で提案されるのが引き算の生き方。今回は増野さん流足し算の考えを一旦やめ、減らす生き方について見ていきます。一言で言うと、足し算ばかりの暮らしは今に集中できなくなるです。私たちは社会に入ると、仕事に優先順位をつけなさい、やるべきことから先に行いなさいと叩き込まれます。また、普段生活していると、仕事、家族、恋人、将来のプランなど、どんどん頭の中に考えることが溜まっていきます。このように、もっともっとやるべきこと、考えることを増やしていく生き方を本書では足し算の生き方と表しています。足し算ばかりだと、いつしか自分に余裕がなく、怒りや不安といったネガティブな感情を持ちやすくなると増野さん曰く、そのように時間に追われる生き方をやめるには、先延ばしせず今やるべきことに集中することだと言います。今に集中することで、無駄に先のことを心配せず、また起きた後のことも後悔しない。そうすれば、たとえ同じ一日のスケジュールでも、心に余裕を持つことができるようになるということです。本日のお品書きはこのようになっています。全粒、人生の引き算でシンプルに生きるについて、3つのポイントにまとめてみました。今すぐ捨てるべき心のガラクタ、時間を気にせず穏やかに暮らす、心を整える禅流の掃除術。それでは参りましょう。まずはじめに、今すぐ捨てるべき心のガラクタについて解説していきます。シンプルに生きるために必要なこと、その一つとして増野さんは心のケアについて挙げています。増野さんの主張は、体のメタボよりも心のメタボの方が深刻だということです。その違いは次のようにまとめられます。体のメタボは見た目の変化、動きの重さなどで自覚できる。心のメタボは表には出てこない。このように、心のメタボについて気づいた時にはかなり進行し、身動きができなくなると増野さん。ちなみに、心にたまる捨てるべき気持ちとは次のようなものが当てはまるとのこと。執着、嫉妬心。執着が起こる原因のほとんどが人と比べることだと言います。また嫉妬心については、他人と比べなければ起こりようがないとのこと。そこで増野さんが提案するのは次のようなことです。他人と比べるのをやめ、自分の人生を大事に生きる。時間を忘れるほど夢中で取り組めることを伸ばす。現代は昔とは比較にならないほど
情報が手に入ります。それによって先ほどの執着、嫉妬心というのはより混沌としてきますよね。そんな時、増野さんが提案するのは心の目を半眼にするということです。世界の半分だけを見ることで余計なものを見ずに前に進むことができるのだと言います。参考にしてみてください。続いて、時間を気にせず穏やかに暮らすについて解説していきます。一見難しそうな禅の習慣、しかし増野さんは誰でも簡単に実行できるのだと言います。ここでは増野さんがおすすめする禅習慣を一つ取り上げます。予定のない休日には時計を持たない。あなたは常に時計を気にして生活していますか？大半の方は仕事やプライベートで時間がわからないと生活するのは難しいですよね。その点、お寺に注目すると、なんとお寺には基本的に時計がないと言います。時計なしでどうやって生活するのかというと、お寺では当番が鐘や太鼓を鳴らして時間を知らせるので不要だということです。また増野さんがこの時計を見ない生活のメリットについて挙げているのは次のようなことです。時間に縛られなくて済む、やるべきことに集中できる。そうは言ってもなかなかすぐに時計なしの生活を実践するのは難しいですよね。チャンネルからのおすすめとしては、休日など比較的フリーな日にこの時計なし生活を実践する。またそれでも忙しい場合、例えば1時間だけなど時計を見ない時間を作ることから始めてもいいですね。最後に、心を整える禅流の掃除術について解説していきます。増野さん曰く、禅寺では毎日何回も心を込めて掃除をする習慣があるとのこと。しかし一般の家だとなかなかそうはいきませんね。そこで本書の内容から禅流の誰でも簡単にできる掃除方法をご紹介します。朝の5分掃除、1日を心地よくスタートさせるためには朝の過ごし方が重要であると増野さんは主張します。朝の忙しい時間に掃除なんかしてられないと思う人もいるかもしれません。また朝というのは気持ちに余裕がないと掃除することはなかなか難しそうですね。そこで増野さんがおすすめするのは発想を逆転させること。つまり気持ちを作ってから掃除に挑むのではなく、朝に強制的に掃除することで心の余裕を生むということです。とは言っても忙しい朝にがっつり掃除をする必要はなく、例えば5分だけ頑張るでも OK だと増野さん。たった5分の掃除でも毎日続けば驚くほど部屋がきれいになるということです。以上、禅流のおすすめ掃除方法を見てきました。本書では他にも誰でも真似できる禅習慣や掃除の方法が紹介されていますので、詳しくはぜひ本書をお手に取ってみてくださいね。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、心のメタボを減らすためには執着心や嫉妬心を捨てるということ。次に、穏やかな生活を送るために時計を気にしない時間を作ってみるということ。そして朝5分だけ掃除を行い、心に余裕を持たせるということでした。今回は禅流の穏やかな生活を送るための秘訣について見てきました。やるべきことに追い立てられる生活をやめる、そのためにはもっともっとという足し算の生き方から減らしていく引き算の生き方に切り替えることが必要です。今回ご紹介した方法など、簡単なことから少しずつ試してみてくださいね。この動画を見ているだけでもあなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ繰り返しご覧いただき、自信を持って片付けを進めてみてくださいね。
以上で全粒人生の引き算でシンプルに生きるの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバーイ。